よーかちっこちこんばんは、タイポンです。はい、ということで今回はですね FIFA21 アルティメットチームで絶対にクリアした方がいい目標をね皆さんに紹介していこうかなと思います。まあ、UT はね結構こちらのね目標が大切なんですけど、今だとねこういうワンズツーウォッチジョタとかこういったね選手が報酬としてもらえる目標とかも今後どんどんやってくるんですけど、こちらのねワンズツーウォッチジョタに関してはまあ絶対にクリアした方がいい目標ってわけではないです。その絶対にクリアした方がいい目標っていうのはこのマイルストーンのとこにあります。まずはこちらのスカットバトルマスタリーのここですね、プロバトル50勝、難易度プロ以上のスカットバトルで50勝するというものになってます。これをクリアしてもらえる報酬がレア選手パックですね。このレア選手パックはトレード不可のものになりますので、まあ当たった選手は市場に出すことができないというものになってます。まあそれでもねレア選手パック引けるっていうのはかなりでかいので、レア選手パックがねどれぐらいのパックなのかと、どれぐらいのレベルのパックなのかというと、まあストアで普通にプロモパックとしてやってきたら 1000FIFA ポイントかかるので、まあだいたい1000円の価値があるパックとなっております。今ストアで出てるパックに比べると全然当たりやすいパックにはなってるんですけど、これ俺引いてね、爆死しました。そして次はですねライバルズマスタリーですね。こちらのライバルズ50勝、まあライバルズで50勝するというものなんですけど、これ俺まだね達成できてないです。これをクリアしてもらえる報酬がジャンボレア選手パックとなっております。まあ、さっきのレア選手パックの上位互換ですね。でこれもトレード不可のものとなります。もしねジャンボレア選手パックがプロモで来た場合は 2000FIFA ポイントですね。だからレア選手パックの倍なんで、まあ約2000円分のパックとなります。なのでかなり当たりやすいですね。ウォークアウトとかもかなりしやすい、結構期待できるパックなんじゃないかなと思います。そして次がチャンピオンマスタリーのチャンピオンズ50勝するってやつですかね。こちらもねジャンボレア選手パックがもらえます。もちろんこれもトレード不可となってます。でチャンピオンズっていうのはまあウィーケンですね。はい、ウィークエンドリーグで50勝する、まあ、合計ですね。なんで人によってはまあ5週間とか4週間とか5週間とかかかっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、多分俺もそれぐらいかかるかもしれない。まあ、なんでウィーケンは出た方がいいよっていうことですね。これもまあもらえるし、でこのジャンボレア選手パックもトレード不可のものとなります。そして次がフィニッシングマスタリーですね。まずねここの高精度100ってやつね、高精度シュートを100回決める、まあ今週を100回決めるってやつですね。これはまあどのモードでも、スカットバトルでもディビジョンライバルズでもウィークでもまあ何でもありって感じなんですけど、これはねこれスカットバトルの対戦相手の難易度をもうビギナーにして1試合で40点とか決めて、それをね3回ぐらいやって、高精度シュート100回決めるクリアしましたね。それがまあ一番やり方として簡単かな、速攻できる。まあ、若干めんどくさいけど、まあ、報酬がねレア選手パックもらえるということなんで、もう今すぐできることなんで、でこのレア選手パックもトレード不可のものとなっております。そして次がこちらですね、500ゴールってやつで、レートが85以上のチームを使用して500ゴールを決めるということなんですけど、レート85って考えるとねちょっとねサブもしっかりレートが高い選手を使わなきゃ達成できないかなと思うんですけど、まあ、これねやろうと思えば全然できると思いますので、そのチームを使って500ゴール決めると。今ね俺453ゴールなんであと47ゴールとなっております。でこの目標報酬がジャンボレア選手パックですね。これもトレード不可のものとなっております。そして次がアシストマスタリー、その中の100アシストですね。アシストを決めた試合を100回行うということで、俺はねあと6回でクリアできるという感じになってます。でこれの目標報酬がレア選手パックとなってます。もちろんねこれもトレード不可です。そして次は500アシストですね。これもレートが85以上のチームを使用して500アシストを決めるという感じです。今ね俺の進行状況は398アシストということで、あと102アシストすれば、もらえるという感じです。こちらの目標報酬がジャンボレア選手パックとなっております。もちろんねこれもトレード不可のものです。はい、簡単にクリアできるのはこんな感じですね。まあただ強力のこの100勝とかでも、まあ、レア選手パックとかもらえたりするんですけど、これちょっとねコープの100勝はなかなかねハードルあるんじゃないかなと個人的には思ってます。一緒にやる相手がね常にいるんであれば全然大丈夫ですけど、はい、以上がですねめちゃくちゃ簡単にクリアできる目標で、報酬の内容かなりいいやつとなっております。まあ今紹介したやつ以外にもこういう200レアバトルとかアルティメットパックがもらえるやつ、これアルティメットパックっていうのはまあ 2500FIFA ポイントで購入できるパックなんですけど、まあ一番いいパックとなってます。これがもらえたりするんですけど、まあこれ200試合とかなんだね、ちょっと今すぐはクリアできないんですよね。こういうディビライとかも200試合、ウィーケンも200試合でアルティメットパックもらえるんですけど、まあ一応でも3回もらえるチャンスがあると、スカバトとライバルズとウィーケンで3回もらえるチャンスがあるって感じなんですけど、まあこれはまあ普通にやっていったら勝手になんかね気づいたらクリアできるやつなんじゃないかなと思います。
はい、ってことなんで今回ね紹介したやつも今すぐにできる、目標だと思いますんで、ぜひねクリアして、パックの方を引いてください。ただね注意点としては、まあ、トレード不可の選手が当たるので市場に出せないっていうねデメリットはあるんですけど、まあそれでもレア選手パック、ジャンボレア選手パック引けるっていうのはねかなりでかいので、ぜひチャレンジしてみてください。まあ今すぐ引かなくてもね、今後のためにちょっと取っておくっていうのもありだと思います。はい、それではこんな感じですね、 FIFA21 に関しての動画だったりとか皆さんにね有益になるような動画今後もどんどん投稿していきますので、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてねそれらの動画見逃さないためにも通知ボタン押してもらえたら嬉しいなと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。